こんにちは、フォークソング研究会です。今日僕新刊、まあいろいろ3日目なんですけど、僕初めて今回バンドやってるんですよね。そうなんです、はい、知るかって感じなんですけど、まあなんか新入生の方こんなね授業ある中わざわざこの地下に来てくれてありがとうございます。あの封建はいいバンドサークルだと思います。僕本当先輩も優しくて、で同期もなんかいいやつばっかで、バンド知らないからって入らないかなとか他のサークル考えてる人は考えない、バンド知らないとか知ってるで、あのバンドサークル選ぶのはあのやめた方がいいと思います。個人的意見としては、あの入ってから全然趣味変わるんで、なんでって言われても、僕が趣味ちょっといろいろまあ音楽幅広がったなっていうのもあるから、知らないから入らないっていうのは本当もったいないことなんで、あの人の良さとかであのサークルを選ぶようにしたらいいと思います。上手くないからっていうのも全然、普通にうちは純粋に普通にバンドやってたら、そうなんかストイックにやろうとか思わなくても普通に上手くなるから、下手だからっていうのは考えないでください。もう人の良さだけでサークル選ぶのが一番いいと思います。以上です。あやさんお願いします。ありがとう。大輝くんありがとう。あの言いたいことは全部大輝くんが言ってくれたんですけど、1年生本当に見に来てくれてる人ありがとうございます。はい、はい、頑張ります。次の曲最後です。いいよ。